金正愛は、朝鮮民主主義人民共和国の初代最高指導者、金日聖の5歳である。口述の通り、脱北者団体によれば2014年8月下旬から9月上旬の間に死去したとされているが、詳細な日時や死因については明らかになっていない部分が多い。金正愛は1924年12月29日、 日本統治時代の朝鮮平安南道にて農家の長女として生まれた。元の名は金星発であったという。北朝鮮成立後、朝鮮戦争の直前に朝鮮人民軍に入隊。その時金日清執務室の初期として仕事をした。執務室では日清の警護などを担当する安全部におり、副部長のタイピストであったという。軍の階級は特務大位だった。 まもなく日清の愛人となり、同居。日清の子供を見ごもったとも言われている。朝鮮戦争中、生愛は故郷に戻り、日清は生活費を仕送りしていた。朝鮮戦争が終わると彼女は、平壌に呼び戻された。日清の5歳に収まり、前妻、金,馬の子である金正日、金景気と共に暮らした。生愛は、この二人に対して、 実の親のように振る舞ったと言われる。その後1954年に日生との間に金平一を生み、公式に日生夫人となった。ついで、金英一、金慶新金正一の合わせて三男数目を設けた。1969年1月、朝鮮労働党中央女性同盟委員長に就任し、権力中枢に進出。 1970年11月の朝鮮労働党第5回党大会において中央委員に選出。翌1971年には朝鮮、民主女性同盟委員長となった。1970年代に入り組織の拡大とともに、金正愛は自らの地盤を固めると、自分の子供を日生の後継者にするために小日と対立。また、日生の弟である。 近衛中とも後継問題で対立した。しかし朝鮮労働と中央女性同盟による数々の越権行為や不正が明らかになったことから、1973年、聖愛は一切公式の場所に出ることを禁じられ、警告を受けるとともに、自行動公開しの地母さんの別荘へ送られ、失脚した。また追随した人間は、農村や鉱山に追放された。 1974年2月に、金正日が、金日成の後継者として衰退されると、外交の記録などの公文書などから金正愛の名前が削除され、夫人の2文字だけ残された。朝鮮労働党組織指導部の役職についていた、平一も1979年に解任。外交官として、国外赴任を命じられ、事実上権力中枢から追放された。 ところが1994年6月、突如公式の場に姿を見せ、海外メディアを驚かせる。同年3月に北朝鮮が国際原子力機関を脱退資格査察拒否を表明した問題に際して危機感を覚えたアメリカが政府特使として同年6月、ジミー・カーター元大統領を派遣。カーターは近日生と会談したが、その場に性愛も同席したのである。 カーターは、北朝鮮側から性愛を、朝鮮堂々と中央女性同盟委員長、近聖愛同士と紹介され、握手を交わしている。性愛は、両者の会談前まで夫である日清に、秘書のごとく付き従い、妻の立場で老齢の夫にあれこれ世話を焼くような、様子を見せるなど、まさに夫婦として会話していたという。 このため性愛は失脚後もある程度日生と私生活を共にし、朝鮮労働党中央女性同盟委員長の肩書きの実態については全く不明ながら、近日生夫人の立場は維持していたものとみられる。カーターとの会談時、日生は元気に振る舞っていたと言われ、一方公式の場にあっても妻の手助けが必要な状態にまで衰えているとの見方もあった。この性愛の 突然の再登場劇は、平一の動向も絡み後継問題に関してにわかに、様々な憶測を生んだが、結局、聖愛の再登場以上のことは起こらず、権力構造に関わる情勢変化が発生したことを示す動きはなかった。翌7月に、日政が死去すると小日が権力を継承。聖愛は、葬儀委員の名簿に名を連ねたものの、再び姿を見せなくなり、 日清の葬儀にも参列しなかった。以後公式の場に全く現れず、その同性も一切伝えられなかった。性愛の存在を示す、過去の記録は、小日政権下において全て抹消された。平壌から地方の専用施設に移され、脱北者団体、NK 知識人連帯などによれば、小日没後の2014年9月頃に、自行動公開しにて死去したという。 北朝鮮当局からの発表や現地の報道は全くなかった。2018年12月になってようやく韓国の情報機関が金正愛がすでに死去していると認定し、以降に同国政府が作成する文書内では金正愛を死亡者扱いすると報じられたものの、具体的な死亡年月日や死因については明らかにされておらず不透明な部分が多い。 平一らしその動向も、半然としない点が多いが、いずれも北朝鮮の在外交換の役職を命じられ、北朝鮮国内から遠ざけられていた。平一は、小日や、その三男、金正恩から疎まれ、海外に追われたものの、2020年まで、中フィンランド大使、中ポーランド大使、中チェコ共和国大使に在任していた。平一も、 北朝鮮の在外公館に勤務していたが、2000年5月頃、ドイツの北朝鮮大使館在職中に観光編で没したという。金慶神は前、オーストリア大使、金郊省の妻となり、長らくオーストリアに滞在していたが、2020年に夫の大使解任による帰国に伴い、本国に帰ったとみられる。ありがとうございます。